レジェンド第6試合、日本スーパーフェザー級王者坂浩介 VS WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者内山隆。チャリティーボクシングイベントレジェンド、いよいよセミファイナルを迎えます。ノックアウトダイナマイトが帰ってきました。内山隆。さあ対するは20日前に王座防衛戦を果たしたばかり、防衛を果たしたばかりの坂浩介の戦いが始まります。ラウンド1。さあ引退から4年、ノックアウトダイナマイト、今もその拳にダイナマイトは握られているのか。さあ畠山さん、始まりましたね。始まりましたね。あ、そうですね。ね、ノックアウトダイナマイトの大穴がですね、寂しいじゃないか、見ていただきたいですね。まず竹原さん、体つきも含めてどうですか。竹原さん、体つき含めてどうですか。そうですね、結構仕上げてきてましたね、内山君は。坂選手はね、試合終わって勝ちたんですか。はい、逆に言えばもう、ある程度体も作り上げてましたので、全然問題ないと思いますよね。内山君、体締まってるね、相変わらず。いい体ですよ。40くつもおっさんって言ってんの。おっさんじゃないじゃん。本人はそう言ってるんですよね、毎日お酒飲んでると。毎日酒飲んでないね、この体は。絞れてますよね。高槻さん、どうですか。そうですね、この2、3週間で体作り上げて、相当酒を流したみたいですけどね。汗で酒をだいぶ出して、いい体になってますね。パワー抜群ですからね。さあ、リードのジャブから、そしてヘッドギアをかぶっているのが坂浩介です。一つ前の手でボディをストレート。でも坂選手もね、パンチありますからね。まさかのパンチを見せてほしいですね、これね。なるほど、はい、21勝のうち18のノックアウト勝利があります坂選手です。おー、いい位置を入れました。やばいよこれ。内山君のバンツーはね、避けづらいんですよ。見えないんだね、みんな。畠山さん、その番組の中でもスパリングやりましたね。そう、私これ一発ニュースレットが分かるんだけど、見えないですよね、ニュースレットが。やっぱり10回防衛してる人のね、当て感がすごいからね、バチもらったら危ないよこれ。なんといっても11回の防衛のうち9つのノックアウト勝利があります。すごいね。おお、握りできました。第1ラウンド残り時間1分、握り2つ出してきます。だいぶ感が戻ってるね、うちはボディあれ、最後ボディに取りました。独特の左ボディに来ました、ね、あれ避けにくいですよ。結構効いてるじゃないですか、うん、あ、そうですか。ちょっと坂君効いたかもしれない。あ、聞いたか。またもう一つ出してきた。今度は左手でボディから顔面につなげていきます。これ打ってる方は聞いたか聞いてないか分かるからね。第一ラウンド残り時間30秒、右返していきましたか。おー、でももらわないようにしないと。坂君もパンチあるよ。ボディストレート、リードのジャブです。右から左につなげたのは坂です。左、これ見えています。バックして距離を取りました。ボディ、強烈だ。いやいや、まだまだ現役だってこれな。さあ残り時間が10秒を切っています。第1ラウンドです。ここで第1ラウンド終了です。セコンドセコンドレジェンドでクロスします。ラウンド2。さあ第2ラウンドが始まりました。内山君はスーパーね、パシフィックのアジアのチャンピオンとこの間スパーやってましたけど、結構いいスパーしてますよ。前の手、これも強い。それが近いリングのバトンを下げてきました。マッツー、右のクロス、左ボディ、怖いとこよ。左ボディ狙ってますかね。うまいですからね。おお、重いね。ダイナマイトだ。余裕があるね。可愛いに余裕がある。内山君ね。竹原さん、どうですか。そうですね。内山君の試合展開で試合進んでますよね。いや、パンチがあるから向こう下に入って終われないですよね。だからパンチのある選手って有利でしたね。いや、これ坂選手も結構パンチあるよ。思い切っていってほしいね。そうですね。世界チャンピオンの経験をつかめばだいぶ違うからね。
坂選手は今日2月11日29歳の誕生日です。さあプレッシャーかけていきます。逆にアッパーから入ってきました。左のフックにつなげますが下がりません。坂内山君これヘッドギアないから効くよ。まとめてもらったらストレート入れ替わりながら左ボディ。ディフェンスも内山君はいいな。あそうですか。左ガードしっかり入れて右おお効いた効いた。おおやばいやばい。今の内山君のパンチちょっと効いたのかな。ぐらってきたの。第2ラウンド残り時間1分。ストレートストレートストレートのボディ効くんだね。効くなこれ。さあ残り1分切っています。第2ラウンドです。おお右につなげた。いいカウンターだよ。いいカウンターだよ。独特なタイミングで打ってきましたね。独特だね。ほんとだね。内山君は酒の飲み方も独特だけどね。右の上下で打ち分けるからね。どっち来るか分かんないんだね、相手はね。顔なのか、動きなのか。第2ラウンド、残り時間30秒。あのリズムが11回燃えさせたんだろうからな。坂選手はもうちょっと行ってほしいですね。ちょっと変化をつけると。坂選手、バンバン行こう。さあ、沈みながら、左右の上下で下げていく。さあ、それに応えます。経験だ、経験だ、行け。強烈な、しかし、ボディにアッパー2つ。画面に集めてから、右につなげます。右のストレート。ガードの隙をついてくる、ボディフックラップ。内山君は、ね、打たせながら、ね、よく見てるんだよ、相手の隙を。さあ、第2ラウンド終了。いよいよ残すは最終ラウンドです。あ、ヘッドギア外しました。ラウンド3、ファイナルラウンド。さあ、ヘッドギア外してきました、坂浩介選手です。これ、倒すしかないよ。現役の日本王者、そして偉大なるレジェンド。ボディ左フック距離を取ります。入れ替わりました。ボディはガードしてます。取ったということは自信ついたのかな。いけると思ったのかな。サーナンドいいですね。積極的ですね。坂選手は入ります。でもジャンプはまだ余裕あるよ。余裕があるよ。カウンター狙ってカウンター狙ってるんじゃない。裏に入れて入れ替わりました。ジャンプ簡単狙ってるよ。ボディこちらもボディを返す。いや内山君にこれ火つけたぞ。坂田君いいよ。面白いよ。俺積極的ですねこのラウンド特に。うわー挑戦右の打ち合わせ左フック。あれもらったら倒れるよ。思わずお互いの攻撃ににやりと笑いました。いいね。ボディストレートです。坂君ナイスガッツだよ。もう、ね、内山君はもうスタミナがなくなってきたんで今だよ、一気になる。今内山頑張れ、内山頑張れ。一切言ってるよ。まだ大丈夫だみたいな。右のストレート。あそこよく効くんだよ。うわお互いに狙っていました。そうハーフタイムもうラストも効く。左から入ってきます。ボディー落差強烈なボディーねじ込んだ。右一つ返します。坂視界回り残り試合時間1分。左ボディーです。まだ1分だよ。まだ1分倒す時間だよ。俺さあ逆に今度またプレッシャーかけ返していきます。現日本チャンピオンの坂浩介、20日前に王座防衛を果たしたばかり、レジェンド参戦です。いやこの2人はラスト10秒で倒せるからね。残り試合時間30秒。さあ残り時間が少なくなってきました。ノックアウトダイナマイトが見られるのもあと20秒です。さあ会場の皆様ぜひ後押ししてください。2人に握り入れた。残り時間10秒。さあ内山出る。そこを見て左出ました。しかし前に出続けるのが内山隆。うわー消えた。頭が危ない危ない。試合終了です。なかなかね、続きましたね。
畠山さんどうでしたか。ロッカー隊の方は死んでませんでしたね。全然やりますよ、いい試合でしたね。だから最初、最後ちょっとね、スタミナ切りましたけど十分だと思いますよ。はい、十分してきましたからね。さあ、これ試合を通してリプレイのシーンです。竹原さんどうでしたか。そうですね、この右のカウンターとか強いカウンターを打ったんで良かったんですけど、やっぱり、ね、後半はガチ決定ですね。でも戸橋さん、はい、ラウンド最初の左のボディ、あそこからもう始まりました ね。でもそれをね、もらいながら頑張った、本当にまさかの実力を見せましたね。佐賀選手良かった、うん、頑張った。両選手には拍手が送られます。佐賀選手がちょっともう嬉しそうな表情にも見えます。クリーニングだ。さあ今じゃあ内山さんマイク持ったので、畠山さん、はい、ぜひ何か聞いてもらっていいですか。内山君お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。どうもありがとうございました。チャレンジしましたね。いやもうでもね、引退して4年経って、まあね、本当に酒を4年間で2日以上酒飲んだのが今回初です。え、2日だけかい。何、いや、あ、2月1日から10日間やめました。もう何日ぐらいで缶を作ったんですか。1月の20日からなんで約20日間です。20日間で、はい、すごいね、立派だ立派だ。いやでももうきついですね。最初は練習始まる時に1ラウンド3本持たなかったんでこのスパーリング多分ダメかなって思ったんですけど、まあなんとかみんなの前で恥ずかしい姿見せるんで。いいスパーでしたよ。ありがとうございます。ナイスパーでした。ありがとうございます。竹原さん、はい、疲れてきたとか言わないから。疲れてないですよ。バレるじゃないですか。疲れてきてるんですよ。よく聞こえてるよ、そこで。聞こえてますよ、もう。高橋さんもなんかくだらない冗談まで言ってた。くだらないって言うでもこれってあれですよね、やっぱ世界で10回も防衛したら、はい、4年ぐらいじゃ負けられないって意地あるでしょ。練習してるうちにやっぱりなんか倒しちゃう、いい試合したいなとか勝ちたいなって感覚がなってました。いやこれ人のためのチャレンジじゃなきゃ出ないよな。そうですね、酒飲んでた方がいいよね。いやもう本当幸せな毎日だったんでそれを急になんか犯された感じです。ご苦労様。お疲れ。ありがとうございます。ありがとう、坂選手、ありがとうございました。さあでは坂選手にも声聞きましょう。レジェンドとの戦いどうだったんでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、レジェンド内山選手、自分が高校3年生から大学生アマチュアボクシングやってた頃に世界チャンピオンになられて、もうずっと防衛して KO ノックアウトダイナマイトということで、本当毎試合楽しみにしてた選手だったんで、そんな選手と自分が試合エキシビションマッチでも戦わせてもらえるというのはとても楽しみに、このコロナ禍の中ですが、そこはもうちょっと、はい、自分のことで嬉しすぎて、はい、やってきました。はい、ありがとうございます。内山さん、ぜひ最後に、今会場のそして全国のボクシングファンにメッセージをください。いやまあ、このコロナの中でプロボクサーたちもなかなか試合できない状況ですけども、まあ、こうやった形で大会とか開催できれば選手もやっぱり喜ぶし、お客さんたちも楽しめると思うので、まあ、コロナには注意を最上の注意をしつつ、会場に皆さん応援に来てくれることを願ってます。僕はもう引退した選手ですけども、これからも現役の選手たちを応援していきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度坂選手、そして内山隆選手に大きな拍手をお願いします。サブチャンネルも始めましたので、ぜひ皆さん見てください。内山隆のほろ酔いチャンネルって、出てきますので、まあ、本当にただ
基本ほとんど飲んでるだけの動画なんですけども、いろんな方と飲んで楽しくやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。